皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、久しぶりのビジネスセミナー。そうですね。で、先生とね、1年前とかですね、店名であるとか、ね、経営者向け、もしくは主婦だって十分な経営者ですから。そうですね。そしてだからもうみんな経営者になり得る素質を持ってるわけですよね。可能性を持ってるわけですよね。もっとこれから増えてくると思うので、これから結局自立していくためには、本当の意味で自分自身であるためには、自分のお世話は自分でできなきゃってことにもなりますよね。そうですね。全てを自分一人でやる必要はないんですけど、ただやっぱりこうベースとなるものっていうのはみんながそれぞれ主婦だからとか何だからっていうことを関係なくやっぱ持つ必要が僕はあると思っていて、でこのベースがある人たちが何らか必要だなっていう時に手に手を取り合うとかね、サポートをし合うとかっていうのができるとものすごくこう開いていく、で活性化していくっていうふうに思いますよね。そうですね、生きていく上で、いつでも自分は生きていけるんだけど、でもなおかつ、手を取り合って生きていこうっていう。そうです。みんながいないと生きていけないっていうのではなく、一人でも生きていけるんだけど、でもみんなで一緒の方が楽しいよねぐらいの意識がきっといいと思います。すごい、もうびっくりする異色のコラボがあるんですよね。異色中の異色なんじゃないかと思います。弁護士さんと、次コラボがありまして、なんかロッキード事件の担当者。ここに実はその弁護士先生の紹介者の方がいらっしゃるんですけど、あれ何の担当されてたんですかね。糸満事件とか中日や稲毛屋の買収問題とか、X ジャパンのトシさんのマインドコントロールの事件とか、最近では東電に対しての株主代表訴訟で、史上最高額の13兆5000億の、ちなみに弁護士報酬は2000数百億円と呼ばれてます。この昔はもうリアルリーガルハイと呼ばれて、いろんな社会貢献活動とか、中国人の残留孤児の問題とか、フィリピンの困った人たちの受け入れとか、そういうサポートもされてきた。ものすごいこう昭和の時代から今までをこう見てきた方なんですけれども、河合弁護士とおっしゃるんですが、先生は河合さんってどんな方だと思いますか？もう本能のままの人。本能のまま。本能のままの人。それはその自分がこうだと思ったら、もうそこを突き進んじゃうという意味ですか？何も考えてないわけじゃないんですよ。とてもだからこうロジカルというか、この計算する頭を使うというのと、あとはね感覚的な部分とかある種こうバランスが取れてるかなっていうふうに思います。でも多分外見的にその彼の行動を見た時にはそういうふうに感じないっていう人がいるかもしれないけど、彼の中ではそういうものがすごくこうピタピタピタっていうふうにはまってるっていう。成功している人、成功している人って言っても、時代をある意味背負うような人っていうのは、そういう人にはそれを導くための、本当に霊団というか、そういう人がついているんでしょうか？そうですね。もちろんついてもいるんですけど、ただここですごく説明が難しい部分があって、例えばじゃあ訴訟とかってどっちかが勝ってどっちかが負けてっていうやっぱり結果が伴いますよね。でもその時にこれね、一般的にこれこっちが勝つのっておかしくないとか、こっちが負けるのっておかしいでしょとかっていう今までの僕たちのこの概念から導き出されるジャッジっていうのがありますよね。そこで行われるジャッジではなくって、見てる側が行うジャッジっていうのがありますね。でもこれね、一般的にじゃあ世の中でこういう結果が出ましたっていう結果を周りが「いやこれおかしいでしょ」って例えば言っても、本当はもっと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 高い視点と関わってる人たちというこの関係性から導き出される答えはそれで正解なんだよってことってあるんですね。僕の言いたいことが伝わってるかな。つまり一般的に見る勝ち負けっていうものを常識から判断しても本当の正解がわからないことってあるんですね。で、こういう河合先生みたいな方っていうのはそういうことをすごく受けやすい部分っていうのもとても持ってるんですよ。つまり例えば「河合先生さ」ってこれ本当にこれを例えば勝訴に導くっていう方向に力を貸していいのっていうふうに思う人も中にはいるということです。でもそれは一般的に言う常識とかいわゆる枠の中から導き出されるような簡単なものではなくて、もうあらゆる人たちが関わる中、そしてまたそこから導き出される今度は結果っていうのは次の流れにつながっていきますよね。例えばここで勝訴になるのか敗訴になるのかで、そこに関わっている人たちもその後の人生の流れっていうのが全然変わってくるじゃないですか。でもこの変わってくる流れの中でそれぞれが体験することがその人たちにとってはとても必要なことっていうのがあって、だからこういった僕はその弁護に立つ人っていうのは非常に難しいなっていうふうに正直思うんですね。なんだけれどもそれを押してもやっぱりその自分の正義だったり自分の役割だったり使命だったりっていうものを突き進んでいくっていうのはやっぱりある程度の覚悟も必要になるし勇気も必要になるしっていう中で非常に僕は難しい職業だなっていうふうにすごく思うんですね。はい、そうですね。本当に2分の1としたらカチッと負け、2分の1にしたら、はい、2分の1、50% の人からは恨まれる職業だと思うんですよね。そうですね。はい。でもその職業を常にやってきて、でやはり日本でね、あの先生はって言われることを継続してきた、はい、例えばメンタルであるとか、運の良さであるとか、そしてその判断力であるとか、はい、目に見えない何か、そういうのを学ばせていただけるといいですよね。そうですね。だからね、僕たちは今このね弁護士の方っていうのはだからどっちかをすごくシンプルな表現をすると善悪っていうふうにジャッジせざるを得ないみたいなね、やっぱり今そういう世の中なので、だけど本来は僕たちはこの善悪っていうものを超越していく必要があります。でこの超越していかないと見えてこないもの、わからないものっていうのがいっぱい世の中にはあるんですね。なぜならば僕たちが見えている世界っていうのはほんの一握りでしかないから、もっと高い視点で見えない世界を視野に入れると、実はこういうことだったんだっていう全容がわかるってことってあるんですよ。でもその見えてるところだけでは決して計り知れないものっていうのがあるので、やっぱりでもそこを超えていくためにはまずこういうそのやっぱジャッジっていうこの世界っていうのも必要になってくるっていう、すごくジレンマに感じるような人もいるかもしれない難しい部分なんですよね。そうですね。はい、確かにジャッジとジャスティスで、正義の審判みたいなものって、ね、タロットカードでもジャスティスってありますけど、これからは白黒じゃない部分がもっと重要になってくるってことですかね。そうです。その白黒を超えていくんですね。はい、白黒つけるんではなくて、白黒を超えていくんですよ。でグレーにして曖昧でいいよっていうことともこれは違うんです。そのグレーがいいというんではなくって白黒とジャッジするっていう、もしくは、一方を排除するというこのあり方ではなく、どうそれを調和させていくのかとか、どうそれを融合させていくのか、どういうふうに本当に真の調和をそこから作り上げていくのかっていう視点を持つってことなんですね。なるほど。負けた人は不満もあるでしょうし、でもそれは大きな流れの中では必然っていう、そうです。宇宙からしたら全ては必然で、どれもこれもが必要のない体験とか経験っていうのはありえないんですね。その 50% の人はいつもブーイングを言う、もしかしたら弁護士さんなんて、カミソリが入った郵便物が届く職業だと思うんですよね。そうですよね。そうですよね。はい、そういうことだってありえますよね。その中で自分を貫いてきたその強さも学びたいなって、そうですね。僕はそのやっぱ自分を貫いていくっていうことだったり、やっぱりその自分の使命感、やっぱ使命感っていうのも河合さんはあるっていうふうに僕は感じるので、やっぱりその使命感という部分を河合さんの場合にはその弁護っていう形で表してるわけですけど、でも使命感っていうのはみんな誰もが持ってるもので、ね、大なり小なりそれぞれの使命とか役割とか目的っていうものをみんな必ず持ってますから、やっぱりそこをどういうふうに貫いていくかっていう、その生き方とかあり方ですよね。そこを学んでいけるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、はい、そして河合先生は自分にとって大事にしているのは正義であって、はい、もちろんそれが世界の正義ではないけれども、その自分なりの正義で、そこを崩すことはしない、で損なのかな得なのかなって言ったらキリがない、はい、なので損得を超えていくのは大きな視点であるっていうような、高い視点であるっていうようなことをおっしゃってるんですが、私たち例えばこれから経営者になりたいなとか、例えばどうやったらもっと家族が安定する収入が得られるのかな、もうそこで損得を考えるよりも、はい、高い視点を持つということは、私たちも見習うべきでしょうか。そうですね、結局さっき言ったみたいに、じゃあ、50% の人はじゃあ例えば敗訴をした方はやっぱり納得がいかないとか理不尽だっていう人たちもきっとたくさんいると思うんですね。だけどこの視点をもしも自分の中に取り入れることができたとしたら、もっとその人はその普通だったらなんでこんな理不尽な世の中にいるんだろうって言ってこう嘆いて、もしかしたらもう世の中を捨てたくなるかもしれない、人生を捨てたくなるかもしれない、そこから光を見出したり、またそこを生かしてもっともっと高いステージに上がっていく可能性だって開けてくるんですよね。だからやっぱりそういう意識をやっぱりみんなが持つっていうことが僕は大事であって、そのどっちかをだからいいとか悪いとかっていうふうにジャッジしてしまって終わりにしては僕はいけないと思うんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、河合先生ってまあそうですね、本当に超弁護士界の大物なので、河合先生のことをこれだけ言いたい放題言ってる動画はきっとないと思います。はい、そうですね。河合先生見てね。はい、はい、では皆さんいろんなね、はい、本当に素晴らしいプロフェッショナルな方をお呼びして、これから多分1年ぐらいは定期的に月に1回勉強していきたいと思っております。はい、最後に先生一言お願いします。はい、本当に畑が違うというかね、僕が、皆さんにお伝えしているこの、まあ、いわゆる畑と、ね、こうやってこういう形でこれから関わってくださるプロフェッショナルの方たちの畑っていうのは全然違うと思うんです。でもやっぱりそういう部分がいかにこうシナジーを起こしていくかとか、いわゆる錬金術ですよね、アルケミーを起こしていくかっていう方に僕はすごく関心があって、思いもよらない話が飛び出してみたり、思いもよらない気づきがあったりとかっていう風にきっとね、僕自身にもありますし皆さんにもあると思うんですね。なのでそれをね、みんなでこう楽しんでいくっていう意識でね、ぜひ受講していただけたらという風に思います。はい、ありがとうございました。バイナラ。